ドメインカスケードクラッシュ。前回使用したカスケードクラッシュですが、反省点がいくつかあり、相手の脅威への対処が限られていて、ほぼマグロ、黒力戦とタイタンが腐り散らかす、プレイングがガバガバ。これらの解決策としてマナベースを大改造し、力戦の束縛を投入しました。つべの方にあったコメントでの案を丸パクリさせていただいた形ですね。マナベースはいまいち考え方が分かっていないのですが、1ターン目にトライオームで青白 X を揃え、2ターン目にショックランドで赤 Y を揃える。これで2ターン目に宝物生成もフルドメイン力戦もできる形です。で、この動きを任意の2枚で行えるフェッチランドは4種ありますが、持ってこれる基本土地がない青黒フェッチは省いて残りを採用しました。もっと効率の良い考え方があればぜひぜひご教授ください。それでは対戦に入ります。初動4ターン目で衝撃の足音も2枚引いてしまってます。マリガンで、今度は3ターン目続勝、フルドメイン力戦もできる形ですね。ダブった宝物生成を返してキープしましょう。このデッキ、ヘッジトライオームが唯一の1マナの動きと言えるんですが、プロトタイプだと指輪物語の基本土地サイクリング生物も入れてたんですよね。ただそもそも消耗戦に強い構成なのに、さらに強くしても仕方ないのと、1ターン目以外に引くと1マナフェイが重くのしかかることから、最終的にはデッキから抜けていきました。月対策も全く必要としないデッキでしたからね。そういう意味ではドメイン要素を加えた今回は若干耐性が下がってますが、本命の宝物生成と続勝に影響がないのは相変わらずです。さて、話を対戦に戻して、お相手の初動はチーム結成。このサーチでパーツが揃っていれば次のターンにはあれが来ますね。ですがあれ対策としてなら構えておく必要はないですから、フルタップで仕掛けます。続勝からの衝撃の足音、ピアスを合わせられますが、まだまだ仕掛けられるので一旦良いでしょう。そしてお相手は返す刀でショーテル、一斉の力戦の束縛。今回は対応して動かれることなく処理できましたね。一応この目的だけなら前回の産業のタイタンの方がおまけ付きで強いのですが、対ショーテル以外での汎用性という点では力戦にはかなわないですね。いくら流行っているとはいえ、毎回ショーテルと当たるわけではないですから。まあ潜っているランク帯や時間帯にもよるかもしれないですが、さて盤面に戻るとすでに致死量の際が立ち並んだ状態。お相手は神秘の聖域からショーテルを回収して再度仕掛けたいようですが、ここで投了。対戦ありがとうございました。フルドメインにはなりませんが、追加の土地を引ければまあいい感じ。お相手は打率からメリアナ黒タンですね。以前のバージョンでも黒タンとの対戦がありましたが、今回は力戦の束縛がある分余裕を持って対処できますね。生物の圧で押し切りたいので、ディスカードは2回ともミジックスで、エンド前にフェッチ切ってエスパートライオームを確保します。これで2マナでベリアナに対処できますね。追加の土地は引けてないですが、次のターンは一旦宝物生成なので次に引ければいいんですよ。はい、一応ネクロだろうと指輪だろうと追放できるので無駄相撲ではないです。お相手は4マナ立ててエンド。こちらは宝物を生成してなんとか土地を引き込めましたね。質感停止からの衝撃の足音で一点攻勢です。あとは綺麗に返す術を持っているかどうかですが、お相手はエンド前に竹沼起動、シオル様を回収しますが、これには力戦でぴったり返せますね。対戦ありがとうございました。衝撃の足音を1枚引いてしまってますが、それ以外は上々ですね。しかし早速のご挨拶、さすがにこの手札なら血網が抜かれますね。しゃあなし、他に仕掛けがないですし、ここは緑マナを確保して待機から入りましょう。次のターンは宝物生成したいので、トライオームを持ってくるタイミングがないですが、現状力戦は持っておらず、フルドメインを急ぐ必要もないでしょう。さて、お相手のデッキタイプはまだ分かりませんが、ファイレクシアの塔、
ということはブリーチでほぼ確定ですね。コンボが始まると力戦でブリーチ追放するくらいしか打つ手がないですが、今回は囲いに多くと対処札多めのキープだったようですね。ショーテルの台頭でブリーチの構築も傾向が変わってきてたりするのでしょうか。お相手はルールス回収でエンド。こちらはトップに期待しつつ宝物生成します。4マナの何か引け。よし、資質鑑定士を引きました。早速叩きつけ、一気に盤面を制圧します。お相手は先ほどの動き的に特にサーチは持っていない様子。これならサイでのビートダウンも間に合うんじゃないでしょうか。お相手はルールスを出してガラクタを再利用するのみ。墓地にはオパス、手札にはミジックス、盤面は睨み合い。これはペンゼミでやったところだ。2体タップでブロッカーをどけられるからルールスともう1体タップ、残り1体に1点と顔面に3点飛ばせば最高打点になるから、いやこれでも2点足りないですね。それなら4点を3体に振り分けて全部除去して、あ、それだと多くの誘発でトークンが再生成されてブロックされるのか。ということは多く本体とルールスと顔面に4点振り分けてトークンはタップ、これが最適解のはず。多分ダメージ与えた後にドローしてくれたら話は早かったんですがね。残念ながら多くの死後強まる念にチクチクと刺されてしまいます。それでもライフ盤面ともにこちらが優勢。あとは通常ドローとガラクタでパーツを引き込まれてなければ良いのですが、ゲーブリーチ打率があるとだいぶ危ないですが、ガラクタ脱出に墓地リソース使うくらいなら大丈夫かな。悪魔の糸は落ちましたが、打率がなければマナが足りません。まだセットランドしてないので打率サーチからつながる可能性も残りますが、ここで投了、対戦ありがとうございました。